チョコを交換しよう。当然、まずは秒で交換しよう。なら早速始めよっか。最初は私からね。じゃーん、妹たちにも大人気、ツヤツヤのガトーショコラだよ。おお、綺麗、すごくツヤツヤしてる。ガトーショコラ全体をチョコでコーティングしたのね。見た目も綺麗でしょ。たくさん作ったからいっぱい食べてね。じゃあじゃあ、次はひろまちの番です。私が作ったチョコはこれだよ。チョコに私たちの似顔絵が書いてある。デフォルメされているけど、私たちの特徴を捉えているわね。やっぱマジそっくりじゃん。チョコペンで書いてみました。みんなに渡すものだから本気出しちゃったよ。やっぱりななみちゃんの絵は上手だね。なんだか食べるのがもったいないかも。次は倉田さんかしら。つくしちゃんとななみちゃんの後だと緊張する。これなんだけど。あ、この形ってマシュラビ？マシロちゃんが好きなキャラクターだったよね。フェアリーレジェンズっていう小説に出てくるんだ。たまたま型が売ってるのを見つけて、どんなチョコを渡したらいいかわからなかったから、私の好きなものを渡そうと思ったんだ。へえ、シロナイスチョイスじゃん。やる。この子ウサギみたいで可愛いよね。耳が垂れているから、品種で言うとロックイヤーかしら。ではでは、お次はついに主役の登場。まずはこのラッピングを見て驚け。さ、実はデザイナーに頼んでさ、バレンタインのラッピング用に作ってもらったんだ。将来月の森に立つ私の銅像をイメージしてみた。どう？嬉しいっしょ。すごい、バレンタインだからってここまでこだわるんだ。本番はまだまだこれからだからな。このラッピングを開けると、ポップチョコだ。カラフルで可愛い。どのチョコもデコレーションを変えているのね。すごい手が込んでる。さすがはトウコちゃんだよ。まあ、私のセンスが爆発しちゃった感じ。派手さコンテストなら私がナンバーワンっしょ。それはどうかな。まだルイルイのチョコが控えてるからね。そこまで期待するようなものじゃないわ。いやいや、そこは私が勝つわとかあるじゃん。ほんとるいはエンターテイメントが分かってないよな。そんなものは必要ないと思うけど、とりあえずこれが私のチョコよ。ん？サイコロ型のチョコ？なんか普通じゃね。だから言ったでしょ、期待するようなものじゃないって。でもこのチョコシンプルだけどすごく手間がかかってるよ。ツヤもしっかりとあるし、きっと口当たりが軽くていくらでも食べられちゃうと思う。確かに味見をした時口当たりは軽かったわ。双葉さんと広松さんが丁寧に湯煎の仕方を教えてくれたおかげで、私だけだったらきっと作ることはできなかったと思う。そうかな。私たちが教えたのは最初の方だけだし、ほとんどルイルイの力だと思うよ。ルイさんのチョコ、どれも一口サイズで食べやすそう。あれ？私にくれたチョコと、トウコちゃんのチョコ、色が違う？倉田さんは、カカオの含有量が多いチョコが苦手でしょ？だから、しっかりとした甘さのある味にしてあるわ。桐ヶ谷さんのは少しビターな味にして中にナッツを入れている。
あなた、ちゃんと食感があった方が好きでしょ？え？待って！もしかして、ルイさん、一人一人チョコの味を変えてるの？ええ、そうだけど。お？マジで？めっちゃ作り込んでるじゃん！別にそういうわけじゃないのだけど。今までの経験からあなたたちの好みの味は把握している。それをチョコに反映しただけよ。だからそれを作り込んでるって言うんだって。ルイさん、私たちのこと考えて作ってくれたんだ。そう、それ私のラッピングと一緒じゃん。みんなが喜ぶと思ったからそうしたんでしょ。人に渡すものなんだから相手のことを考えて作るのは当然のことだと思うのだけれど。でも出会った頃のルイさんならそういうこと気にしなかったと思うよ。だね。きっと人に合わせて味を変えようなんて思わなかったんじゃないかな。うん、ちょっと失礼かもしれないけど、昔のルイさんは交換できれば何でもいいって考えてそうっていうか。それな。でも今のルイはめっちゃ私たちのこと考えてるじゃん。そのことに自分でも気づいてないのがマジウケる。てかこのルイのチョコ超レアなんじゃね。おばあさまに頼んで神棚に飾ってもらおっかな。食べようよ。ルイルイが私たちのことたくさん考えて作ってくれたものなんだから。私も早く食べたいかも。それもそっか。じゃあその前に写真な。自分のチョコを持ってこの指に止まれ。おー、トーコちゃんはしゃぎすぎだよ。指に止まったら取れないでしょ。自分でも気づかないくらい無意識に。確かにそうかもしれないわね。以前の私ならきっと。ルイ、早く来ないと取っちゃうぞ。待って、今行くわ。